一時重毛重毛の断面図。外側の細胞膜が不明瞭な層が合わせ包体栄養膜合法体制栄養膜、または栄養膜合法体層は体児の栄養膜のうち母体血と接触する外側の細胞層で体盤の重毛を子宮内膜につなぎとめているものである。ここの細胞は有意と分裂せず。 その内側にある細胞性栄養膜が子宮内膜に向かって成長し細胞同士が融合することで形成される。合わせ方体とはこのように融合した細胞のことである。合わせ方体制栄養膜の関空面には無数の微重毛が存在している。また合わせ方体制栄養膜細胞には MHC 分子がなく、これによって母体の拒絶反応を免れている。 この細胞層の役割としては、ホルモン分泌などが挙げられる。例えば、人中毛性生潜刺激ホルモンを分泌することで、妊娠応体を維持しエストロゲンやプロゲステロンの分泌を調節する。この他に、プロテアーゼを分泌し母体の血液を入れるための感激を作っている。合わせ方体性栄養膜はまた、細胞性栄養膜や血管内皮と共に、 胎盤関門を形成し物質のやり取りを制限しつつ母体から犬をエンドサイトーシスによって取り込み胎児毛細血管へと輸送しているこの育のおかげで新生児は生後しばらくの間病気にかかりにくいのである排番法の段階で主として胎児の体を構成するようになる内部細胞界と胎盤になる外部細胞界の二つに分かれるが合わせ法体制栄養膜細胞は 外部細胞界から生じる。肺腕法の段階ではまだ合わせ法、体制栄養膜細胞と細胞性、栄養膜細胞の区別がないが、着床後に両者が分かれてくる。ありがとうございます。